ひじてぃ。どうも、さいがわです。本日はですね、とある方がちょっと髪の毛を染めたいということを言ってたので、僕は染めてあげようと思うんですけど、ただただ染めるわけじゃありません。僕すごく気になってることがあるんですよ。じゃじゃん。あ、うん、厳重すぎだろこれ。ハサミないの？クッションも投げるかと思う。何もお前悪ふざけしてんだお前。じゃじゃん、犬用のカラー剤でございます。この犬用のカラー剤、人間の髪は染まるのか。今日は特別ゲストを用意し、髪を染めていこうと思います。お兄さーん。はーい。はい、こちらの方、哲也くんに憧れてて、哲也くんといえば髪の毛オレンジということで、このオレンジの犬のカラー剤を使って金髪のところを本当に染まるかどうかをね、試していこうと思います。そう、うわ、キモー、お前何そのニヤニヤぐらい。それでは染めていこうと思います。いきますよ。はーい。いけんのかな。お、え、すごいすごいすごい。普通のカラー剤と違ってなんかゼリーっぽいんですよね。けど染まりそう。すごい、もう俺の手がオレンジだ。くさ。人間の匂いじゃない。いや、お前人間じゃないでしょ。妖怪でしょ。人間だよ。妖怪が犬のカラー剤で染めないよ。妖怪用のがあるって。妖怪用なんねえよ。まあ、妖怪だったら誰がいると思う？砂掛けババア。なんでお前砂掛けババアいると思う？だってそういう人いるじゃん。いや、もう人で、人、まあ、あだ名みたいな、あだ名みたいなこと思ってたんだよ。あだかないよ。あらー、哲也さんだ。こんな風に普通のカラー剤とあんまり変わんない感じですね。手触りも10分から12分ぐらいちょっと放置したいと思います。ちょっとサランラップ巻きましょう。ちょ、前向いてる。顔もー。じゃあ、息止まっちゃう。おー、だイエーイ。はい、ということで、このまま、10分から15分ぐらい乾かしていこうと思います。ちゃんと開けて。20分ぐらい経過したので、ちょっとラップから剥がしてみたいと思います。おお、あ、染まってそう。すごい。それじゃあちょっとお風呂に入ってもらいます。お風呂に入ってきてもらいました。さあ、染まっているのか。お兄さん。はーい。お、めっちゃいい感じに綺麗に染まってる。めっちゃ綺麗に染まってる。犬用のカラー剤でもいけるってことだよね。余裕で。これ本当にすごいね。お前犬と一緒か。あ、毛が？いや、お前が犬なんじゃない？いやいや、お、哺乳類？違う違う、今妖怪。今回の検証は大成功ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。よし。よし。おー、ちょ、待って待って待って。ねえ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 。お前何しとんじゃん。え、何がですか？いや、何がですかじゃなくて、はい、人の髪で何遊んでんの？お前バカか。はい。頭おかしいか。そういうところがダメなんだよ。日々の生活の中でも、仕事の中でも全部含めて。けどさ、お前彼女いるのにさ、他の女の子とさ、なんかハグしてる写真とかあったじゃん。ね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。違うから、違うから。